ペッリコ・マロンチェッリ裁判は、1821年に、オーストリア帝国が実施した裁判である。シルビオ・ペッリコ、ピエーロ・マロンチェッリを含む、数名の愛国者たちが裁判にかけられ、厳罰を言い渡された。裁判にかけられたシルビオ・ペッリコ・シルビオ・ペッリコは18、1818年に、ビブリオテカイコール・イタリアーナを抜けて、ロマン主義雑誌、コンチリア・トーレを創刊し、 ロンバルディアにおける愛国的文学者の中心人物となっていた。一方で、ピエーロ・マロンチェリは音楽家でありながら、カルボナリに入党し革命を施行、コンチリア党で総監に協力するなどしていた。このため二人は、以前からオーストリア帝国当局から監視をされていたものの、逮捕、東国には至っていなかった。1820年には、南イタリアで、 ナポリ革命が発生。この動きに触発されたピエーロ・マロンチェッリは、ロンバルディア中の文学者と連絡を取り、イタリア諸法の連合体を作ることを主張した。またかねてより友好関係を築いていたシルビオ・ペッリコをカルボナリに誘った。その際の様子を、マロンチェッリは手紙に認め、弟のフランチェスコに送ったが、その手紙は、マロンチェッリを警戒していたオーストリア帝国当局の、 手に渡るこの結果、ピエーロ・マロンチェッリは、カルボナリに加入していた罪で逮捕され、またカルボナリに関わった権疑がかけられたシルビオ・ペッリコも一週間後に追って逮捕された。この二人が逮捕されたことで、愛国者は連鎖的に次々逮捕された。コンチリア・トーレの執筆者の一人であったジャンドメニコ、ロマニョー氏や、コンチリア・トーレ総監に、 資金提供したフェデリーコ・コンファロニエリ、カルボナリ党員であった、舞台俳優のアンジェロ・カノーバ、経済学者のアデオ・ダートレッシ医師のジャコモ・レツヤなどが主要な人物である。有罪判決を受けた、シルビオ・ペッリコとピエーロ・マロンチェリ外相を開始する、ース・フェデリーコ・コンファロニエリは単独の裁判で、死刑判決が、ジャンドメニコ・ロマニョー氏も、独自に、無罪判決が下されていたが、 シルビオ・ペッリコ、ピエーロ・マロンチェッリ、アンジェロ・カノーバ、アデオ・ダート・レッシ、ジャコモ・レツヤは、ベネツヤにて共同で裁判を受けることになった。なお、この5名の事前調査は、オーストリア人のアントニオ・サルボッティが受け負った。1821年12月6日には、裁判が開かれ、シルビオ・ペッリコ、ピエーロ・マロンチェッリ、アンジェロ・カノーバの3名には、死刑判決が、アデオ・ダート・レッシ、 ジャコモレツヤの二人には終身刑という重い判決が下された。しかし1822年、オーストリア皇帝のフランツ一世は死刑執行後の民衆の反発などを恐れて減刑を認め、5名は以下のように減刑された。ピエーロ・マロン・チェッリ懲役20年、シルビオ・ペッリコ懲役15年、アンジェロ・カノーバ及びアデオダート・レッシ懲役5年、 ジャコモ列屋懲役3年刑務所はペッリコとマロンチェリの場合は、スピルバーグ要塞、残りの3名は、ュブラナ城となった。ありがとうございます。